アベンジャーズ展楽しんで新宿来ました。フラッグシップ行きましょう。行きましょう。フラッグシップ東京へ来ました。めっちゃ可愛いですね。プーさんとかポップ。すごい、こんなのができてる。ということで地下1階から見ていきます。カイロレインいますね。あ、本当だ。でもこれ実際の高さなんじゃないですか。本当ですか。多分、あのめっちゃ背が高いんですよ、江島選手が。はい、すごい、すごい。ここスターウォーズコーナーですね。オーバーヘッドいいっすよ。あ、私あれ見てないんですよ。マンダロリアンでしたっけ。見てないですか。見てないんですよ。それ多分出てくるやつですよね、はい、多分。やばい、見なきゃな。今度でもオビワンやりますよね。そうですね。オビワンは見たい。オビワンは見たい。ケノビは見たい。だから多分一緒の年齢だから、多分エピソード1、3だから。あ、そうですね。ですよね。わ、すごい。これあれですね、エピソード4から6じゃないですか、多分。アナキンがやんちる前の。テレコもすごいし、上着系もあるんだ。アパレルもいいですね。アパレルもあるんですね。テンさん、こういうの着れるからいいな。あ、なんですよ、なんかあのやっぱ身長が高いみたいで、サイズがね、ないみたいで、いつもないですけどね。オンラインがうまいですね。あ、そう、ロゴだからいいですね、確かに。これとかまた親子親子対決でいいんじゃないですか。フラッグシップ東京、かわいい、かわいい。これこのトートいいですね、フラッグシップ東京の。これはもう売ってるのかな。それサンプル品じゃないですか。サンプルですね。だから多分自分でやるんじゃないですか、ここで。アートプリントで、Tシャツ、パーカーとか。あ、選べるんだ、メンズ L。 やばい、江島選手をいじめる。エクセルまでしかない。最近でもエクセルまで。これないんですかね、あのオンラインでそれ以上のサイズ。いやー、どうなんですかね。これですよね、多分ミッキー&フレンズ。あ、で、これでトートバッグだ。うん、いいサイズ。え、すごいっすね。すごいっすね。で、これで、あ、作れるんだ、実際に。こんな感じでオリジナルの作れるんだ。パーカー選んで、欲しいな、フラッグシップの。これいいですよね、トートバッグ。あ、買い物買うんですか、もう今。買っちゃう。いや、最後にちょっと一回悩みながら。でも、これ思い出ですもんね。トートバッグいいんじゃないですか、それの。私もいいなって思った。私もこれにしようかな。これ、これにしました。あ、はい、決して。かわいいな。レジに持ってくんですね、出てきたレシート。かわいいですね、チンコのネイルとかもあるし、これインスタですね。スマホケースとか、クッションとか、ティッシュカバーとかかわいいですよね。チップのネイル好きですよ、そんなに。いや、好きです。だレスキュー見てたぐらいなんで。レスキュー、楽しみですね。めっちゃめっちゃ好きです。いろいろあるんだ。じゃあどんどん見ていきましょう。公開ですもんね。そうですよ。あれも見たい、ライトイヤー。ライトイヤー。あの字幕だったらクリス・エヴァンスなんで、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカですよ。しかもライトイヤーの設定がなんか62年後、はい、時間が経ってたみたいな。そうなんですか。そうなんですよ。だからまさにキャプテンアメリカみたいな設定なんですよね。やっぱすごいですね、そこら辺も。そこら辺もマーベルとちょっと絡んでますよね。なんかこれ可愛い、バズの。え、可愛いですよね。バズのこれとか。ザーグにリルグリーンメンに、下も可愛い。ボーピープ。ウッディが、あ、ボーピープかな。ウッディ、ボーピープ。これは誰だろう。フォーキーかな。ちょっともしかしたら。そうですね。この白と赤の子の感じ。可愛い。ということで、フロリダのね、海外のディズニーパークが詰まって、T シャツとか、これね、自分も持ってるんだけど、あのアウターとか50周年に、これいいですよね。あと、他にね、トートバッグとか、あと、ポーチ。なんか行きたくなりますね、海外パーク。いいですね。いや、行きたいですね。現地で買いたい。現地で買いたいけど、そうですね。海外代わりに、ここでも買えるっていうのがいいですよね。このティンカーベルとかも可愛いですよね。もし買えるとしたら、どれが今お気に入りとかあります？ちょっと、いや、僕もこれ見てる限りやっぱりティンカ…いや僕…あ、でもこのスマートフォンケースも、かっこいい、かっこいいですね。これいいですね。パリなんだ。パリ、こうティンカーベルが主体で、主体で。でもこのマグカップ持ってるんですけど、やっぱ可愛いですね。持ち手が30。何になってますか、マグカップの下の。フェイスかな、バスタオルかフェイスでしょうね。
なんかフェイスタオルか。そうですね、素材的に。タオルか。それも可愛いですね。サンプルないね。サンプル。サイズ的にバスタオルなんですかね。サンプル見た感じのバスタオルっぽい。でも可愛いバスタオル。まあ、ちょっとこれからの季節、その夏なんでビーチじゃないけど海とか行くときも使えそう。ソファーの上とかいいですね。海外に行かなくても買えるっていう、そこがいいなと感じます。ちょっと名前も入れられるから。これはどこでもできましたか。いや多分ここだけですよ。このさっき言った地下1階 の、 あのタッチパネル操作する D メイドのラボだけ。オリジナルグッズが作れるところがやっぱフラッグシップの売りなんでしょうね。例えば僕お母さんとかドナルド好きなんで、お母さんの名前彫ってあげて母にあげるとかもできるし。できるし、そうですよ。やっぱすごいですね。一番最新で大きいショップなだけあります。2階に来ました。2階に来るとチケットもね、フラッグシップ東京買える場所って、ただ今優秀だね。他のレジだったら買えるのかな。あとディズニー JCB の試合、あとファンタジー。1階ですね。1階のところ何だったんだ。1階の上にいたんですね。ですね。どうすか、結構楽しめてますか。いや結構なんか、なんだろう、商品数も多いんで。多いですよね。あと海外のグッズも多いし、オリジナルのグッズも作れるし。いや一番そこですね、やっぱりオリジナルで作れるっていうのは。1階が良かったですね。本当自分だけのオリジナルのものが作れるのが。これとかもブランド。いやケイさん、そのやっぱ後ろから見るマーベルの T シャツが可愛いです。店内の商品数が多くてすごいなと思います。すごい、こんなのもあるんだ。これでお掃除してくれる機能があったらもう完璧ですね。あ、でも見てる。こんにちは。こんにちは。あ、反応するんですかね、声で。どう、あ、でも会釈してるから。あ、僕のずっと追ってきてますね。本当だ。すごい、新生活向けですね。そうですね。なんか本当にお部屋とかにいいな、置くの。すごい、画面触んないでもこうやって操作できる。どうするんですかね、ボタンのタッチ。ここでやってんのかな。多分こう押せばいいんじゃないですか、ほら。本当だ、ほら。すごい。これで商品も選べんだ。しかも今やっぱ触るのがナーバスだから。これ可愛いですね、フロリダのこれとか欲しいなって思ったら、さっきトートバッグ買ったばっかりですけど。あ、フラッグシップ東京在庫ありって書いてあるか。こうやって見るんでしょうね。で便利ですね。でトップに戻りたかったら結構難しい。すごい、スターウォーズの展示もある。てかスターウォーズ多いですね。多いですね。フラッグシップ、ダースベイダーもいました。やっぱもうダースベイダーといったらもうエピソード3の印象しかないから、スターウォーズの。陶器のフィギュアもあります。東京ディズニーリゾート店とかいろんな店舗でもありますもんね。ありますね、このフィギュア系は。陶器はかわいい。曲が流れてるのがすごくいい、ディズニーソングが。かわいいな。かわいいですね。皆様こんにちは。本日皆様の中にご案内いたします。私、スターウォーズのスペシャリティキャスト、鮫島と申します。よろしくお願いします。はい、失礼します。中にはキャラクターたちも待っているので、ちょっと専門世界狙ってぜひ頑張ってみてください。では早速1問目から、1問目初級編からいきますね。アナキンの師匠は誰でしょうか。アナキンスカイウォーカーの師匠は誰でしょうか。こちらすべて3択になっております。1つ目ヨーダ。これはもう我々は、ね、我々は分かるんじゃないんですか。アナキンの師匠はヨーダだと思う人、お挙手をお願いします。では2番オビワンキノビ。アナキンの師匠はオビワンキノビだと思う方、お挙手をお願いします。あら、なんか手が。最後誰だったの。3番アナキンの師匠は
アナキンの結婚が。いやー、ありえますよ。ありえますね。ありえます。共にしてきたから。そうですね。正解は2番の手の帯で刺さった方おめでとうございます。1問目はかなり簡単だったと思います。続いて2問目、中級。おお、すごいですね。今から、あ、来る、あ、どうしよう、引いちゃう自分がいますね、この、わぁ、確かに確かに、本当にアトラクションに乗ってるみたいな、乗ってるみたいな感じだ、確かに動いてるみたいな感じですね、ですよね、おっ、踊る、不思議な感覚、おっ、揺れてるみたい、うわぁ、限定感ある、ありますよね、ありがとうございます、はい、いいですか、はい、あ、かわいい、これのパラ、私が持って大丈夫、あ、いいですよ、せっかくの、あの、イエーイ、ゲット、かわいい、ここでしか買えないですもんね、フラグシップのプリントは、はい、オンラインでも販売はしていないので、はい、作ってよかったです。ということで、今ね、フラッグシップ東京に行って、帰りに舞浜に戻ってきました。で、ちょっとね、ブラブラ、ちょっとね、まだ時間があるので、まあ、夜のお食事までしようということになりまして、今から車で、エクスペアに向かいます。ありがとうございます。いや、ありがとうございますって、そんな。めちゃめちゃかっこいいっすよ、車。ありがとうございます。ということで、ハイペリオンラウンジ来ました。初めてということで、江島選手アンバサダーホテルの、しかもイースターのケーキがたまたま余ってるということで、季節のケーキも楽しめて、今日ディズニー日和ですね、パークに行かないでめちゃめちゃ大満喫。それ何か見た目やっぱ抹茶っぽいですけど、でもチョコレートっていうか、なんかバターの香りはすごい、でも落ち着いた味、落ち着いた味って何たまに食レポ本当にひどい時あるから、いや、うん、僕は見てる限りは本当にもうすごいなって思ういつも食レポすごい評価してくださるんですよ、ありがたいですよね、いや、僕舌が全然もうまだまだ赤ちゃんの日で、僕も赤ちゃんです、子供です。このいちごのムースみたいなのさっぱりしてますね。いちごムース。いちごのエッグムース。ふわふわですね。ふわふわですね。うまい。このいちごのエッグムースはちょっと甘さ控えめでさっぱり。そうですね。甘さがやっぱちょうどいいですよね。そこまで甘くなくて。
スターで、ね、頼めたのがね幸せでござるよ本当に。はい、ということでアベンジャーズ展とフラッグシップ東京、あと舞浜周辺を楽しんできました、はい、どうでした今日。いや本当にこうフラッグシップ東京も、はい、自身初めて行ったし、はい、アベンジャーズ展もなんかもうすごいもう一回作品を全部なんか見たいなっていうぐらいすごいなんだろうリアリティとかがあったので、はい、本当いろんな人にやっぱ行ってほしいなっていうのを思いました。ありましたよね。なんか展示もあったけど体験プログラムもすごい多かったですよね。自分たちが本当1位になった気がしてる。1位になった気、最初からしかも撮影がほとんど OK だったから そこも結構撮りたいとかって人には SNS でもシェアできるしいいんじゃないのかなって思いました。あとあのフラッグシップとトートバッグをお揃いで作った時はあれでもやっぱフラッグシップでしか作れないんで、はい、ショップディズニーでも頼むことできないし、あれはもう皆さんも多分デザインを見てくれたら多分あこれが欲しいなって、ね、作りたくなりますよねきっと。なのでぜひよかったらあの今回のアベンジャーズ展フラッグシップ東京、あと、まあ、ハイピリオンラウンジであのケーキとかも食べれたりするので今回の動画見て気になった方はそれぞれの施設行ってみてください。じゃあ今日ありがとうございました。今回一緒に出演してくれた石間選手のツイッター、インスタグラムは動画の概要欄に貼ってますのでよかったら皆さんフォローお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok 私やっていますので、あとツイッターとインスタグラム石間選手のもフォローお願いします。それではバイバイ。